キチャンネル。ちょっ、こんにちは。今年活躍する外国人選手を見極めろ。投手編です、はいはい、前回は打者編をやりましたけども、はい、今回は今年大活躍する外国人選手投手を見極めろということで、はい、ルールは一部一緒です、はい、既存の選手は1人まで、はい、で新戦力2人の計3人のドラフトです、はい、点数発表基本ね、うん、リリーフは40試合投げて普通でしょ、はい、40試合投げたら0点、うん、で30試合台マイナス1点、うん、20試合台マイナス2点、うん、20試合以下は、マイナス5点です、はい、で先発、うん、20試合登板は普通だよね先発ね、うん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 、だいたい1年間ローテンで回ると25から30ぐらいになるから ね、 だちょっと休んだとしてもだとしても20は最低だよね、うん、だから20試合登板で0点、はい、で15から20でマイナス1点、うん、で10から15でマイナス2点、はい、で10試合以下だとマイナス5点です、うん、はい、先発防御率、はい、だからまあどこが1点やろうな、 3.5 から4が1点か、うん、先発はね、先発ね、これ先発バージョンね、うん、先発リリーフちょっと違うから、ねうん、先発バージョンで 3.5 から4が1点、うん、はい、で3から 3.5 が2点、うん、で 2.5 から3が3点、はい、で2から 2.5 が4点で 1.5 から2が5点か、5点でいいんですか、うん、で1点から 1.5 が、6点、はい、まあさすがに0点ではないやろな、さすがに、ね、まああったらもう10点、はい、うん、でリリーフ、はい、リリーフも一緒にしとくか、そうですね、まあそうですね、うん、リリーフも一緒にしとくか、うん、リリーフも一緒だから0点台だったらリリーフも10点、はい、で4点オーバーだったら、どっちも0点、はい、で勝ち星、はい、どこが1点やろな、5勝から10勝が1点か、あ、それか、あれにします、先発はその勝ち星、その勝敗の貯金を、あ、貯金にしようか、はい、だから先発もリリーフも貯金分が、うん、なんか1個だったら1点、はい、10個だったら10点にしようか、うん、そうします、貯金分ね、うん、貯金作ってほしいですからね、はい、うん、でリリーフも先発もね、はい、でもリリーフそこまで勝ち星つかないっちゃつかないから、はい、だから負け星が先行しなかったらマイナスにならないから、まあ、そっか、下手したらだってあ、渡辺翔太とかみたいな6勝と か、ね、とかありえるから、うん、はい、だからリリーフも、うん、だから貯金にしようか、はい、ね、そうですね、うん、ホールドとかもいいですか、うん、先発が勝ち星だったらリリーフはホールドで考えた方がいいかもしれないですね、うん、30いったらすごいもんな、そうですね、うん、だから10から15が1、はい、15から20が2で20から25が3、はい、で25から30が4、うん、で30以上が5にしようか、はい、で西武も、うん、セーブもそのホールドと一緒にしよっか、うん、10から15が1位って、うん、でそこから5刻みに1点ずつ上は上げていこうか、はい、うん、そしたら先発ってホールドの勝ちとかないじゃないですか、ないね、なので勝ち星をリリーフ抑えは入れないにしますか、でもマイナスで発生するよ、面白いよ、負けが多くなったら、あ、まあ、確かにそうですね、負けリリーフで出てきて打たれてたら負け、うん、だからそこのリスクもあるからね、はい、リリーフは確かにそうですね、うん、同点で1点1点取られて負けて、うん、そこがマイナスになるから、まあ、それはそれでいいんじゃない、いいですね、うん、はい、マイナスのリスクがあるからね、はい、で先発はじゃあボーナスとして、はい、10勝したらプラス1点でしょうか、あ、そうですね、ボーナスね、うん、10勝したらプラス1点、うん、13勝だから10、11、12がプラス1点、はい、で13、14、15がプラス2点、うん、で16、17、18がプラス3点でしょうか、はい、その、あの貯金借金、うん、そしたらアドバンテージあるんだよね、はい、でタイトル取ったらその持ってる点数が倍になります、おー、最多勝、最多ホールドとか、だからピッチャーでいうと勝ち星がプラス倍ね、うん、その貯金じゃなくて、はい、でホールドだったらホールド、セーブだったらセーブが、うん、持ってる点数が2倍ね、はい、こんなもんか、ね、そうですね、最優秀防御率、まあ、最多奪三振とか取ったら、でもリリーフ最多奪三振取れないからね、うん、先発がもし取ったら、でそしたらリリーフもなんかタイトルつけてあげないと、うん、先発の方が有利になっちゃうから、ね、多分今までのだけの方が先発もリリーフもどっちも一緒だから、うん、まあそこタイトル取った2倍、うん、そうですね、うん、よしこれにしよう、はい、じゃあドラフト1位、じゃあいくよ、はい、せーの、ジャクソン、マルティネス、うわ、誰もかぶんないジャクソンね、ジャクソン、いい、 DNA、 はいはいはい、うん、誰や、アルマさん、コルデロ、コルデロ、球速いえ、コルデロ、え、コルデロって球めっちゃ速くなかった、ロッテのコルデロ、
ジミー・コルデロ、うん、最速167キロは本当なのかっていう。あ、そっちね、そっちったら、うん、全然一緒なかったわあの、マルティス、マルじゃない、安定のね、安定のね、今年はね、頑張ってくれるってことで、まあ、そこも俺も考えたけどね、うん、やっぱジャクソン、ジャクソンね、今いいからね、はい、このままいけたら制球力もいいし、ね、さあさん、ロッテのコルデロどうですか。いや、ちょっと分かんないあ、コルデロが、あれです12日から来る、昨日合流だ、うん、まだ来てない、はい見たこともないやつ言った。ミキス。ミキスの一試合。それ面白い。大谷を抑えたことあるんですから。そんなもん待ったら3割しか打てへんねんから7割アウトやと。大谷抑えたこと。でも大谷はやっぱり甘い球は打つから。いやよ、甘い球でもミスショットするよ。いやいや。甘い球全部打ってたら3割じゃん。3割しか打ってないから。でもこの人大谷を抑えたって一生自慢できますか。チェコのピッチャーと一緒じゃないですか、じゃあ。それもまあ活躍できるとかって話やから。よし。え、そのもう決まってんですか。次、うん、決まってるよ。もちろん。よし、俺もこいつにしとこう。順番だけは迷ったら。はい。行くよ。うん。いいですか。はい。せーの。ゲラ。オスナス、オスナ、ソフトバンク、確実な確実なとこ来たー、うわ確実だと、お前ライバルライバル取ってるのに、俺はもうライデル・マルチネスかオスナかどっちかにしようと思ってた、うん、確かにね、うん、正直、いや、オスナ調整順調やからね、今、うん、ゲラ、ゲラ、阪神のゲラ、阪神のゲラ、顔出てきましたね、はい、ラミちゃんが絶賛してたからゲラ最高って、ゲラね、うん、やっぱショート出身だけあって牽制が上手いんですよ。あ、そう、ショート出身なんだよね。いや、もう牽制とかランナーがなかったらいいから。いやいや、ピッチャー意外だ、リリーフなんやから。でもゲラも164キロだから、球めっちゃ速いです。いや、そんなもん、一緒に一回出たすゴルフのベストスコアと野球のストレートのマックス一番当てにならへんから。いや、これで167キロ。いや、だからそんなもん、奇跡の一球なんて関係なくアベレージだから阪神抑えね、使うと思うんですよ、僕は、うん、絶対に。いや、まあ阪神のピッチャーいるんだけどね、いるんだけど、どんなに説明しても取られへんから、次考えて、ああそうだ、被るかもね。ああ、どうしようかな、あの人どうなの、あの人どんなにがもう言っても取られへんからうわ、どっち行こう、どっち行こうかな、うーん、よし、やっす、よし、はい、はい、早くやってて、そっちで、はい、はい、せーの、ハチ。ミツバチ？ミツバチ。ハチ。ハチも被っちゃう。ハチも被っちゃった。もう開幕ローテ明言されとるからね。はい、絶対登板数もらえると思うんで。はい、早く、はい、また早く決めて。いや、ちょっと。もうどんどん俺が取られたい選手がいなくなっていくやん。ハチ。確かに。はい。はい。ほい。早くして。よし。じゃあ私もここにしてみよう、はい、OK、せーの、エスパーダ、おー、ヤクルト、エスパーダ、エスパーダ、おー、はい、そっち行ったか、はい、まあ、ヤクルト、ね、田口投手とかもあれ出遅れてるからね、そうそうそう、うん、っていうところで、ね、まあ、出るところあるかなっていう、うん、エスパーダってリリーフですもんね、うん、うん、エスパーダを入れると、うん、中継ぎに、うん、はい、僕マーフィーですね、うん、マーフィー日本ハム、はい、はい、新庄さん中継ぎに配置転換させるともう言ってたんで、うん、中でフル回転してもらって、うん、稼いでもらおうと、おう、マーフィー期待します。マーフィー、さあ、では最後よ、最後、いや、私今どっち行こうかめちゃくちゃ迷ってんだよ。最後に僕のホームメンバー出しますわ。ホームメンバー出すわ。ひょっとしたらあれじゃん、育成選手じゃん。いや、そんなん絶対こっから試合が誰かなるっていう、そこだ、そういうサイキック、サイキックを押すような、サイキック来ないとジャイアンツ戦隊組んだからね、うん、いいですか。はい、もうこっちにしよう。よし、決めた。いやー、どっちにしようかな、まあ、こっちにいっとくか。私も決めた。はい、いいですか。はい、せーの、マチャド。マチャドね、オリックス、うん、確かにね、やっぱ救援は、うん、コントロールだけなのよ、もう球速いから、うん、俺でもマチャドかエスピノーザか迷ったの。エスピノーザ、ああ、確かに、もう良さそうだから。でもカスティーヨもいるから、確かにね、だからその登板数がどこまで伸びるか分かんないから、はい、まあ、マチャドは試合数は投げるやろうと思って、うん、
出る人の方がね確実に、まあ、ちょっと、まあ、関西人からするとオリックスの助っ人投手ってあんまりちょっと信用がないんですよ、うん、信用がないんですよ、過去もいたからね、うん、だからドラフト3位なの、3位です、うん、先生は僕はベタンスです、うん、これも未だ阪神の育成なんですけど、うん、ほら見ろ育成やない、ほら見ろ育成やないか、わざわざドミニカでトライアウトまで引っ張っていってるピッチャーなんですよ、うんうん、で今年阪神なんでことを言ったかというと、うん、阪神、まあ、ちょっとやっぱり中継ぎが今ね、うん、右でちょっと苦しむ可能性があると、うん、でもしゲラがはまらなかった場合、うん、育成がポンと上げてくるんちゃうか、うん、でもこれあれやろ、あの試合感になれへんかったら、はい、マイナス100点やんなそうですよ、だって試合ゼロ試合ですもんね、うんうん、じゃあもう一人言っていいですか、じゃあダメダメだ、はい、山本さん誰、私ターリーにしました、あターリー、いやもうモイネロとすごい迷って、いやもうでも先発転向してどうなるかなって分かんないけど、ターリーはもう楽天だったら多分 100% 出るんですよ、うん、安楽投手いなくなって松井投手もね、うん、いっちゃったんで、多分試合出場数は出ると、出場数は絶対出ると、うん、マイナスはないぞって、去年もまあ防御率1点台なんで、うん、40試合以上投げて、うん、まあいいかなっていう、うん、安定性というところで、うんうん、ターリーです、だから俺はジャクソン、うん、オスナ、マチャド、はい、私コルデロ、エスピノーザ、え、エスピノーザでしたね、あ、いや、間違え、ヤフー、あ、違う、私誰選んだっけ、おい、俺エスパーダでしょ、エスパーダ、エスピノーザはオリックスだから、俺引っ張られてるから、エスパーダ、ターリー、はい、先生か、僕はアリエル、ライデル・マルティネス、うん、マーフィー、うん、ベタンセス、うん、ライデル堅いもんな、先発一人も行ってないよ、本当ですね、うん、お前ね、うん、夢ないね、うん、もうこれで防御率最多勝のタイトルは取れないことが確実だからね、うん、そうですね、8勝取ら、8、やっぱ先発8勝をずっとイメージしたんですよ、そこ両サイドがないとね、うん、そうですね、うん、もう一人こう上がったけど ダイクストラっていう、ね、あ、ダイクストラね、いっちゃんもいいです、俺全部最多勝防御率はジャクソンに任して、うん、でリリーフはマチャドでホールド取って、うんうん、抑えはオスナで取りに行くって全方位だった、おー、なるほど、俺はどこも全部2倍にするから、お、僕は先発に信用しないタイプなんですよ、あ、そうなんですか、助っ人ね、私やっぱあれですよ、あのペルドーみたいにリリーフでこうガッとくるコルデロ、ね、ヤクルトやっぱ先発足りてないところで投げるだろう、うん、名前だね、名前だね、名前誰ですか、もうそんな名前わからないやつタイトル取られへんで、SSP、うん、P じゃないんだな、エスパーローザ、エスパーローザ、アルダレーナ、ちょっとアルダレーナ、アルダレーナ、エスパーダだっけ、エスパーダ、エスパーダ、エスピノーザ、エスピスノーザが佐藤さんですもんね、分かんないけどエスパーダいいですか、はい、正解、よっしゃじゃないよヤクルト先発でね、エスパーダ、あともう絶対に出るだろうっていう、エスパーダ救援です、え、ヤクルトの先発じゃないの、救援ですよ、言ってたじゃん、救援で、あの田口投手とか長継ぎ、あ、私さっき言ってたの、言ってたよ、私先発いないじゃん、一緒っす、一緒だったね、私の先発はやっぱ信用しないんだよな、そうそうそう、出ないっすよ、いや、そうだからモイネルも選ぼうかと思ったけど、やっぱちょっと先発どうかなっていう、そうそうそう、もうあの、何も知らんでやってるのバレてるでも、ね、いや、そうですよ、まあこれでも答え半年後だから、いや、そうですよ、どうなるか分かんないから、そうそう、これね、皆さんもね、同じように3人選んで、はい、ね、一緒にやってみてください、はい、それでは